もうリーグには慣れてきた？いろんなバトルトレーナーと戦えるのって楽しいよね。最初のリーグが始まるよ。みんなここからスタートだからね。あれ？緊張してる？大丈夫。まずはリーグマッチに参加して順位を上げていこう。サポートセットを決めるのって悩むよね。ワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。いつも通りやれば大丈夫。これだけリードしていれば大丈夫。このまま押し切っちゃおう。照明バーストするにはまだ遠いな。さすがだね。ほらマニューラも応援して。今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？自分のポケモンを信じて頑張ってね。マックス！
これだけリードしていれば大丈夫。このまま押し切っちゃおう。次もこんな試合ができるといいね。どうだった？今回のバトル満足できた？スキルポイント、サポートセットを決めるのって悩むよね。さあ、どんな相手と戦えるかな。さあ、バトルが始まるよ。切っていこう。いつも通りやれば大丈夫。いいね、この調子でガンガンいっちゃおう。透明ゲージになれば本人か。ナイスクリティカル。試合の流れはつかめたね。このサポートゲージに入った。次のラウンドはいただいちゃおう。今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？ラウンド2。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。ストレート勝ちなんてすごいね。お疲れ様。バトルは見ていても面白いね。やったね。新しい称号が手に入ったよ。今回のサポートセットを選んでね。オッケー、よろしくね。緊張しないで、楽しんでいこう。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。いい、やった。
ートするにはまだ強しサポートを呼べるよ。かっこよく決められたね。ほらマニューラも応援して、次のラウンドも楽しんでいこう。サポートはどうする？ Round 2! 自分のポケモンを信じて頑張ってるね。共鳴ゲージが溜まったよ。試合の流れはつかめたね。この調子でいこう。まだまだ、今度はこっちの番だよ。ダイレクト、さあ、ここは締めていこう。すごい、やったね。やったね。お疲れ様。私たちも負けてられないね、マニューラ。スキルポイントを割り振る項目を選んでね。サポートセットを決めるのって悩むよね。それじゃよろしくね。バトル前ってワクワクするよね。相手はどんな作戦を立ててくるのかな。自分のポケモンを信じて頑張ってね。攻めるときは大胆に、だけどワンパターンにならないようにね。今の攻撃かっこいい。いいね、この調子でガンガンいっちゃおう。よし、サポートを呼べるよ。共鳴ゲージはまだ半分か。今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？ Round 2! さあ、頑張っていこう。共鳴ゲージマックス。今の攻撃はかっこいい。バースト中の夢だ。最大のチャンス。割り振る項目を選んでね。新しい称号が手に入ったよ。新しい称号が手に入ったよ。サポートセットを決めるのって悩む。オッケー、よろしくね。
緊張しないで、楽しんでいこう。信じて頑張ってみて。まずは楽しまないとね。新しい称号が手に入ったよ。始まったばかりだよ。頑張っ、順位が上がってきたね。ここではネットワークを使って世界中のプレイヤーと対戦ができるよ。真剣勝負がしたいならランクマッチ。気軽にバトルするにはランクに関係ない。フレンドリーマッチでは対戦コードを使って、あと一つネットワーク対戦をするときに覚えておいて。バトルを途中でやめたりすると相手に迷惑がかかるし、ペナルティーもあるから気をつけてね。君のパートナーってどのポケモンだっけ？サポートセットを決めるのって悩むよね。バトルが始まるよ。張り切っていこう。
ポケモンを選んでね。サポートセットを決めるのって悩むよね。さあ、楽しんでいきましょう。マックス、これだけリードしていれば大丈夫。